さあ、ここまでは、経済学って何、経済分析ってどうやるのという、基本的なお話でした。ここからいよいよ、マクロ経済学の、話に入っていきます。ですが、まだですね、いきなりモデルの理論分析には入れませんで、まず最初は、マクロ経済学に出てくるデータを紹介しながら、基本的な、言葉の経済用語を学んだり、そして、後でですね、理論モデルで使う重要な概念があるんですね。三面統計原則というすごく重要な概念があって、それが理論モデルで使う理論モデルで均衡条件式というのが出てくるんですけども、その均衡条件式を作る時のベースになる概念を実はこの章で紹介します。ですから、単にですね、俺は GDP 知ってらとかね、消費者物価指数そんなただの物価指数だろうと思わずに、この章の中でこれから半年間ずっと使い続ける重要な概念を、紹介しますので、よく、聞いていてください。まあ、当初の目的のところはありきたり の教科書的にですね、なんでデータを勉強しなくちゃいけないかということを書いてあるだけですので、大した方ありませんので先進みましょう。で、本章で学ぶ、統計モデルだというのも、本章で学ぶそのマクロ経済学のデータというのは、3つです。1つ目が GDP、 2つ目が、CPI、3つ目が失業率。まあ、実際には CPI という指標そのものは日本にはないなかったような気がしますが、教科書的にはね、日本にも似たような指数があるし、教科書的には、重要な概念ですので、今ね、3つ、この章で3つの経済統計を学ぶと言ったんですけれども、実際には芋づる式にですね、GDP を勉強するときに GNP が出てきたり、NNP が出てきたり、ナショナルインカム、NI が出てきたり、なんだろうね、もう本当にいろんなあの資料が芋づる式に出てきますので、油断しないでね、なんかこの3つ、俺知ってるよとは言ってませんので、一つ言ってください。はい、ではまず1つ目の GDP からいってみましょう。まず GDP とは、こんな知ってるよと思いますけども、これは、グロスドメスティックプロダクツの略で、グロスが、総と訳されて、ドメスティックが国内、プロダクツが生産で、これ国内総生産のことですね。国内総生産を意味していて、これは皆さんの斜めのところはまだなんですけれども、これは国内の総生産額を表すと。これですね、国内の総生産額を表す。まだ前のところ映してたかな、もうちょっと見てもらおうか、そんなに急がなくてもいいか、明日は週末だからね今日頑張れば明日休みですからね、皆さん頑張りましょう。さて、では続きいきましょう。で、この国内の総生産額ですから、一国経済の、パフォーマンスを示す指標ですね。最も重要な指標です。で、日本だけでですね、GDP を計算して、今年の GDP は去年より増えたって言って、一喜一憂しても、あまり意味がないわけですね。他の国と、やっぱり比較可能でないと、果たしてね、日本は相対的に見てどれくらい豊かなのかとか、どこどこの国は援助が必要なぐらい貧しいのだろうかとかっていうことになりますので、GDP 統計は、世界でですね、標準の改定基準がありまして、みんなその改定基準に従って、作成されている。そうしないと好き勝手な改定基準である人は比較可能じゃないよね。まあそうは言っても中国の統計は怪しいとみんな言ってるけどね、あの時は本当かどうかわからないというのは、昔から言われていることですけれども、普通なくても共産主義以外は信用。で、この、標準の会計基準のことを SNA 会計といいます。システムオブナショナルアカウントです。日本語では国民経済計算と呼びますけれども、これを、これが会計の国際基準ですね。GDP の国際基準。
で何年度の基準、何年度に制定された基準かで、このように前に数字をつけるんですけれども、現在使われているのは、1993年に、作られた改定基準ですので、93SMMというふうに言われます。じゃあ日本の GDP はどこで、入手できるのかといいますと、あ、これ全然レジュメに並べないのでごめんね。それで編集点に書いてあるのか。内閣府が作成してまして、今話題の内閣府ですね、書き換え問題、セクハラ問題、あと何ある、家計学園の書き換え問題とか、あっちは大阪のあそこは割引問題とか、あれは何問題とか、そこなんていう学園だっけ、あ、森友問題、森友問題ね、森友問題と家計学、家計問題、家計問題、書き換え問題、セクハラ問題で、話題も内閣府から、入手可能です。安倍さんもね、本当はね、首相を辞めてればよかったのにね、長期政権やっちゃうから防衛できるのね。次には麻生さんまでね、セクハラ疑惑のある人の方もったのに任命責任大変だろうね。今日の朝のニュースでは朝日放送で朝日テレビのどっかが告発しましたね。財務省が自分で名乗り上げなさいって言われた被害者、そんなでセクハラされた人が名乗りたくない人もいるしさ、名乗ったらなんか後で訴えられたり帰って逆に名誉毀損で訴えられたりするかもしれないから怖くて名乗れない人もいるかもしれないのにさ、自分の身の回り調査する場合まず被害者が名乗り出ないと調査しないって麻生さん言い出したんだよね。で、まあ、あの人漢字が読めない麻生さんですからね、昔の首相の時に漢字が読めない人みんなで大笑いされるんですね、間違えた感じなんていうと、九州には麻生グループの質疑がありますから、ね、まずいかもしれませんが、まあいいでしょう、言論の自由だからね、北朝鮮ってありませんので、はい、ということで、もう名誉毀損に訴えられる可能性は、はい、ということで、内閣府からやられまして、でこの、GDP 統計はですね、実は、先ほど三面統計の原則という言葉を出しましたけれども、3つの側面から、あとでこの言葉出てきますので、最初に書いてありますが、GDP というのはですね、3つの側面から、測られているんですね。その話をこれからしていきたいと思います。まず、GDP というのは、まあ、先ほど国内総生産と言いましたから、生産面、の国のパフォーマンスの生産面を、測っている。これは国内の最終生産物の価値の合計に等しくて、皆さんのそのレシピはね、かなり端折って作ったやつで、細かく書いてないんだけど、まだ並べしなくていいですよ。まだ並べしないでどっか書きたい人は別のところに書いてるんです、まあ、書かなくてもこれいいぐらいの、そこにまとめの並べのところまあ、いや、まだ並べじゃありません、これ。GDP 統計は3つの側面から計測されてまして、まず生産面から、計測したものと、みんなが支払った支出面から計測したものと、みんなの所得を合計した所得面から計測したものの3つが等しくなるという特徴があります。これ、後で、細かくやりますけれども、ちょっと書きながらしか聞いてられないんだ。
こっちの磁石とこっちの磁石がベトッと腸の壁を挟んでくっついちゃって、間に腸とか胃の壁が挟まれるとそこが壊死しちゃう。それで消化器に穴が開いちゃう。で、最近そういう事故で開腹手術をして磁石をきっと外さないといけない、外して取らないといけないという事故が増えてるみたいで、皆さんの大人の方に、ね、子供が出てきたので気をつけるようにね、ちっちゃい磁石を飲み込んじゃった、冷蔵庫についてた磁石が落ちててさ、子供が取って口入れちゃうのするかもしれない。さて、もうそろそろいいかな。じゃあ、ちょっと簡単にこれ補足説明します。今私たちは GDP というのは国内の総生産額と言いましたけれども、生産されたものは当然誰かに売られるんだよね。売られるということは、誰かが買うんだから、その分の金額お金を支払ってね。ということで国内の生産物の価値の合計というのは、誰がそれに対してお金を支払ったか、その支出額を足し合わせても、同じように測れるはずですね。国のパフォーマンスはね、景気のいい時はみんな買うお金は、つまり物がいっぱい生産されてるわけですね。景気の悪い時にはあまり人が買わない、生産もあまりしないということですね。まあそしたら売れ残ったのはどうなるんだという疑問みんな今頭の中にあると思うんですが、そういう細かい話はまた後でしていきます。ここちょっと大まかなね、3つの側面の話をして、それで今度所得面ですが、誰かがお金を支払って物を買うわけですから、反対側にはそれを受け取って所得として、お金を得る人がいるわけですね。そう考えると、生産額というのは所得額ともなんか同じくなりそうだということが想像できますね。こういうふうに一国のその GDP を生産物の価値の合計というふうに定義はしましたが、3つの側面から測ることができるんですね。まあ、その3つの側面が全て等しくなるということが三面等価の原則と言われるんですけれども、今からその話を移してみてさすがに何か言ったんでしょうかね。3つの側面を細かく見ていきますが、まず、GDP は経済構成員の支出総額に等しい、そこが皆さんの名前ですね。生産されたものは誰かに購入されますから、購入するときに支払った金額を足し合わせれば、GDP と等しくなるはずですね。そしてそのみんなが支払った金額を国内総支出というふうに言います。その統計を、ね、みんなの支払い総額を足し合わせた統計を国内総支出と言います。さっき GDP はグロスドメスティックプロダクトでしたね。グロスドメスティックプロダクト、ここのグロスドメスティックエクスペンディチャーは支出額の合計、経済構成の、支出額の合計ですけれども、まあ、その統計を GDE というわけですね。さらに、先ほど支出をしたということは誰かの所得になっているという話をしましたが、みんなの所得総額を足しても GDP と等しくなるはずです。だから GDP は国内経済構成員の所得総額にも等しくなります。これを、まあ、グロスドメスティックインカムの頭文字を取って GDI と呼びます。まあ国内総所得ということですね。そこ、スライドには横棒が引いてありますけれども、概念的には GDP は GDE と GDI と等しいんですけれども、同じ3つのものを統計指標として発表してもあまり意味がないよね、金額同じだから。だから、実際に内閣府が公表している GDP 統計の Excel のワークシートをダウンロードすると、 GDI ではなくてですね、代わりにグロスナショナルインカム、まあ、ナショナル、ドメスティックがナショナルになるんですね。これ国民総所得になるんですが、国民総所得が、まあ、作成されて公表されているというので、そこにこうちょっと公示しております。
で、このどれもですね、先ほど GDP というのは国の経済のパフォーマンスを表すとても重要な指標だという話をしましたが、これどれもパフォーマンスを表してますね。皆さんのレジュメに書いてあるように、GDE の国内総支出というのは、まあ、人がどれだけね、物を買っている、その欲しいものを手に入れたかという意味ですね、人々の豊かさを表すし、所得の方は、まあ、それどっちにも入れ替え可能だと思うんです、その解説ね。みんながこうお金払って買ったわけですから、どれだけ需要が満たされたかということをね、意味してるし、まあ、とにかく経済のパフォーマンスをどれも、表していて、そして3つの金額は、まあ、等しくない。でも生産された金額と支出した金額が等しくなるかというと、ちょっとみんな疑問に思うね。だって生産されたものも買われずに捨てられちゃうものもありそうじゃない。そしたら生産額と支出額は等しくならないかもしれないね。ところがなるんです。なぜなるかというと、会計ルール上で、会計ルール上この3つが常に等しくなるように経済指標が作成されているんです。まあ、それでも納得いかないと思うかもしれませんが、正確に言うとこういうことです。売れ残ったものは企業が在庫として普通管理しますね。その在庫というのは会計ルール上企業が自分でお金を払って買い取ったことになります。これについてはまた後で細かくお話ししますけれども、これによって企業が脱税をできるという話も後でしますけれども、企業が自分で自分の財布を購入して買い取ったことになります、会計ルール上で。ですから生産されたものは必ず誰かによって買われます。ということで生産額と支出額が等しくなるということになります。先ほども黒板に示しましたけれども、GDI の代わりに GNI を算出するんですが、違いはこの赤い部分ですね。国内か国民か、ドメスティックかナショナル。はい、では続いていきましょう。今どうして、生産額と支出額と所得額がこのように等しくなるかということを、まあ、これまで少しずつ生産されたものは誰かによって買われるよねと、買われた時に支払われたお金は誰かの所得になるよねとかっていう話を、まあ、してきましたけども、それがですねもう少し、分かりやすく図に描いたのはこれです。本当はですね、マクロ経済学、国全体で考えるとこの国には家庭と企業だけではなくて政府も存在するわけですが、ちょっと話を簡単にするために、今世の中に家庭と企業しかいない場合の、お金と物の流れをこれ表しているんですが、ちょっと顔を上げてここを見てください。まず家庭は、企業から財を購入してお金を支払いますね。ですから家庭から企業に出ているこの黒いのは、まあ、お金の流れです。黒い矢印で、赤い矢印が、財やサービスの流れ。まあ、マクロ経済学では財だけではなくてサービスも購入しますね。皆さん HIS に行って、チケットを購入すると言っても HIS がチケットを売ってるわけではなくて、 HIS はチケット発行のサービスを皆さんに提供してくれて、皆さん HIS にお金を払ってるんですね。まあ、チケットを買うといっても実はチケットが1万円の価値があるわけではなくて、日本航空が提供するサービスに1万円を払ってるわけではなくて、何ら皆さん物を買ってるわけではありませんね。日本航空からいきなり飛行機が送られてくるとか、そういうことじゃありませんね。お金払ってもね。だから、マクロ経済学では、まあ、ここでは財サービスと書いてますけど、もう私が財といった場合にはそこにはサービスも含まれると思ってください、今後はね。で、まあ、財が生産されて、お金が企業に支払われるわけですが、生産された金額が GDP ですね。何兆円みたいな。で、その時に何兆円の生産がされたというふうに
表されるということは、企業がその金額だけ売りさばいたということですね。売らずにそのと僕が開発したあの電子デバイスを、懐に入れといたからって、それは GDP に現れてこないよね、売り上げになるね。つまり、生産されたものは売られて誰かが購入したんですね。その購入金額が支出額としてグロスドメスティックエクスペンジャー GDP に現れてきます。だからこの赤い矢印と黒い矢印が同じ金額になるんですね。当てにとくと、言っとくと、売れ残ったものはじゃあどうなるのかというと、企業が自分で在庫として買い取っているから、生産されたものは全て全員に買われるんですね。誰かしらによって買われている。だから GDP と GDP は等しくなる。今日朝までこう来たらね、掃除のおばちゃんからね、声かけられて、先生先生、この間先生の部屋ですごい怖いことが起こったんですよ。私たちが掃除してたらエアコンがいきなりピピッとついて、ふーってびっくりして、あのもう一人のおばちゃんと一生懸命先生のリモコンを探したんだけど、リモコンが見つからなくて、まさか机の引き出しを開けるわけにもいかなくて、すごい困ったんです。そしたら10分後にまたピピッとなって、エアコンが自動的に切れたんですって。どこも触ってないのに気持ち悪いねって言ってたんですけど、ね、僕があの電子基板にいろいろセンサーとか、赤外線 LED とかつけて、それでコンピューターでプログラミングして、安いエアコンでさ、こう温度調節しても全然温度通りになってくれないから、センサーでね、自分の快適な 0.5 度のこのちょうどいい感覚になるようにエアコンをコンピューターで自動的につけたり消したりして操作してたのよそしたらそれにおばちゃん驚いたんだよね、ちょっとやばかったね。いやすいません、いつかね、あれちゃんとして売ろうかなと一時期思ったのに、めんどくさくてそのまましてますけど、基盤がむき出しになったら、僕の部屋に来たのが基盤むき出しのやつがあります。暇な人に来てください。そういうのが好きな人はね、やってみたいという人はぜひ言ってくれれば欲しいです。何をしたらいいかね。はい、で今度下側いきますけれども、家計が企業に支払ったこのお金は、企業が焚き火だ焚き火だ嬉しいなって言って、燃やしてですね、焚き火で燃やしてしまうわけではなくて、そのお金は今度、企業で働いてくれた労働者に賃金として支払いますね。その賃金は家庭の所得になりますね。それがこの GDI です。じゃあこの所得は何に対して支払ったかというと、家庭が企業に提供した財、つまり労働ですね。家庭は企業に対して労働というサービスを提供するわけですね。僕は西南学院大学に労働という、体を送って、そして所得を得ている。そうするとここお金がぐるぐる回っていることが分かりますね。もちろん企業がお金をなんか焚き火で燃やしちゃったら GDP と GDI が等しくならないんですけれども、まあ会計基準上ね、そんなことしたらなんかおかしいことになるんですけど、ちゃんとこれが同じ内容の会計基準になっていて、企業は受け取った金額を会計に支払う。これでお金がぐるぐる回って、じゃあ今ので GDP と GDI が等しくなりますので、三面等価の原則が成立して、皆さんのそのレシメの上に書いてある GDP、 皆さんの下に書いてあるのかな、上ですね、GDP と、GDE と、GDI が等しくなる、こういう仕組みになります。そして三面と言いましたけれども、この3つの側面をですね、それぞれそこ下に括弧で生産面、こちら側が支出面、こちら側を所得面と呼びます。会計ルール上この3つが必ず等しくなるように、会計ルール定められていますので、例えばですね、GDP を直接計算しないでも、例えば GDE とか、もしくは企業が、所得税とかの計算でみんなのこう所得が申告されるよね、その所得の総額を合計するとか、あと企業が得た所得を合計してね、家計が得た所得を合計したり、みんなが支払った金額を合計するとかってして、間接的にですね GDP を計測することもある。で実際ですね、後で
本物の GDP 統計ダウンロードしたやつ見ていきますけれども、実際の統計指標でもですね、最近の Excel のワークシートにはご丁寧に国内総生産で書いてくれてるんですけど、僕がここで皆さんに事業を始めた頃には Excel のワークシートダウンロードすると GDP のワークシートダウンロードしたのにどこにも国内総生産で書いてない。何が書いてあるかというと、あの国内総支出でトップに書いてあって、つまり支出総額をこう計上していったらね、計上していって GDP を間接的に計算して Excel で公開してるわけですね。今はもうあの実は GDP なんだけれども GDP って書いてあるけどね、国内総生産って書いてあるんです。さて、ここまで何か質問ある人いますか？はい。さっきの3年10日の矢印でされたのですが、企業側、このグラフだったら、企業側がなんか自分のところに入ってきたお金を全部労働の対価として出してるので、企業側にお金がもらえない。ああ、なるほどね。企業側が今の質問は、あ、これでやろうか。ここで、企業が受け取った金額をすべて、所得として払っているから、ここ GDP と GDI が等しくなっているようになっているんだけれども、実際には企業は全額みんなにあの給料としてあげないで自分のところでこう囲い込んでるよね、いくらかね。まあ、こういうの内部見ることを言いますね。まあこれはですね、内部留保っていうのは本当は正確にはこの後フロートストックの話をするんですが、過去からずっと蓄積になるんですけれども、このうち今年だけ内部留保にこう組み込む、プラスの今回1000円だけね賃金として払わないで1000円だけで今年のホテルに取ってくるとなれば、これは企業の所得で、だから先ほど売れ残ったものは企業が自分で買い取る支出って言いましたよね、ここでね。だからここでは売れ残ってないみたいにして家計が全部買い取ってるようになってますけど、本当は売って企業が自分でこう買い取る、ここからこう出てこっちにまた矢印が戻ってくるのもあるんでね、それとこれは同じことですよね。企業にとっての所得になりますから、やっぱり、支払ってるんですね。そういうことか、支払うじゃん、受け取る、所得を受け取る、GDI は GDE と等しくなるということですね。まあつまりですね、要するに大事なことはこの前のページで言ったように会計ルール上必ず等しくなるようにその辺が整備されているということなんですね。今みんなが思うような売れ残ったものはどうなるのかとか、企業が内部留保として残したらどうなるんだろうというものは全て、この3つが等しくなるように、調整されているわけですね。だから3年10日の原則が成立する。さて、ではですね、ここで先ほどこの矢印、黒がお金の流れで赤が、物やサービスの流れだというふうに言いましたけれども、その流れをここではなんかフローって書いてありますよね。下にね、これ別に格好つけてるわけではなくて、実はですね、皆さんにフロートストックという重要な、経済学で使う概念を理解してもらうためにあえてその流れと書かずにフローと書いたんですけれども、この次のセクションでは、フロートストックという、ね、専門用語についてお話ししていきたいと思います。はい、まずこの絵の解説をしないと意味がわからないんですけども、なんかね、後頭部から1本毛が生えて前にあの鼻ひげが生えた黄色親父が見えなくはないですけれども、これは、ダムですちょっと分かりづらいかもしれないけど簡単に書いてたらごめんね。こちら側があのダムにこう称えられた水ですね。ここからこうなんかひげみたいに出てダムから放出される水を表してます。で、フローというのはまあ、ね、こう書きますか、こうやって流れのことですね。ストックというのはまあ、皆さん株というふうに言いますかもしれませんが、積み重なったものをストックと言いますね。ストックとして
台所に非常時の食べ物の乾パンを常備しておくみたいなね、使いますよね。だからストックは、まあ、一般には蓄積、フローは流れという意味があるんですが、これからお話しするその専門用語としてのフローとストックもこれと、この概念から演じています。それはですね、物を測るときの単位と関係があるんですけれども、まずフローというのは、ちょっと待って、答えの前に、経済学っていうのは、いろんな、いろんな財が存在して、いろんなものを計測して統計で示していかないといけませんね。ですから、その物の計測について、いろいろこう、きちんと考えなくちゃいけないんですね。で、今、ここで流れている水を計測しようと考えてみてください。ダムから、ボーって流れてる水、僕、小さい頃にね、黒部渓谷、黒四ダムっていうね、すごい、ダララ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 って、中島みゆきの、ちょっと落ちたけど、中島みゆきの歌あるよね、プロジェクト X からになって番組をさせていただきます。プロジェクト X の、花形のストーリーが、その黒部ダムで、黒部ダムの男たちが、なんとかで戦ったみたいなさ、で、ダララ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 って、中島みゆきの音楽流れてさ、で、その、ドキュメンタリーがすごい人気で、中島みゆきは、NHK の紅白でわざわざ黒四ダムのそのなんかその通路の、トンネルの中から生中継で歌ったというのが 5年くらい前かな、多分皆さんが小学校か中学校くらいの時にあったと思うんですけど、見た人いるやろ。で、彼女歌詞を間違えて下の字幕と全然違くて、あれみたいなのに言ったって顔して字幕を忘れてパパパパって変わってで、なんかね、リアルタイムだからねっていう事件がありましたけれども、その黒部ダムでですね、小さい頃、すっごい、あれ、日本一大きなダムですね。あそこから流れる水をですね、僕一度上から見たことがあって、小さい頃から恐怖でしたね。地響きがするような、すっごい量の水なんですよ。でさ、例えばね、新人の皆さんが就職したてでね、おい、お前、新米、あの水いくら流れてるか測ってこい。ってね、言われたとするじゃん。管理事務所から降りてってさ、うわーって水が流れてってさ、思わず新人の君たちがさ、階段上がってて、すいません先輩、いっぱい流れてて、わかりません、多すぎてわかりませんと。そりゃそうだよね、水流れてるからさ、どうしようもないね、お前頭使えって言われてですね、また降りてって、水がもう動いて流れてるから、測れないんだと思って、新米の皆さん、スマホを取り出してですね、カシャッと写真を撮るわけですよ。そしたら水が止まっちゃうわけですね、写真で。また階段上がってて、先輩すいません、水は流れてませんでした、見てくださいみたいなね、写真を見せても意味がありませんね。これ笑うところなんですけど、何も言ってませんね。やっぱり落語家みたいに上手に言わないといけないんですが、つまり流れてるものは写真に撮ってしまったら、止まってしまって流れないんだよね。じゃあどうしたらいいか。まあ、これは可能かどうか分かりませんけど、巨大なタライがあったら、タライをダムの下に持っていって、例えば1分間なら1分間そこに水を溜めればいいんですね。で、1分間という期間を取ってどれだけ流れたか測るんですね。ですから時間を止めてしまうと水は流れてない。流れているものは1分間あたり毎分何リットルとか毎時何万トンみたいに、単位時間を決めてですね、何分間、1分間あたりみたいな単位時間を決めて、このような単位で、測るのが流れているものに対する測り方です。先週僕の、高校の同窓生ね、藤木直人君がいるという話をしましたけれども、その同窓の中にもう一人有名人がいるんですね。落語家がいるんですよ。それも落語家、僕落語って実際本物に行ったことなくて、よく知らないんですけど、いわゆる相撲界でいう横綱みたいな階級制になってて、一番上が真打ちっていうんだってね、その実は真打ちになってるらしいんですよ、同窓生が。それすごいことらしくて、超びっくりしたんでね、きっと彼が話をしてくれたらもっと面白く、言ってくれると思うんですが、その彼は、大学に入って、落ち研に入って、すっごい
めり込んで、もう就職しないでそのまま、落語家に弟子入りをしたらしいですね。それで最後まで頑張って、かなり若くして真打ちになったんですよ。50年ぐらい前、僕30代ぐらいで真打ちになった。さて、では次、今度ね、その新米君がですね、お前使えねえな、もう流れてる水じゃお前にはダメだということで、じゃあそっちで溜まってるね、ダム湖の方の湖の方の水がどれだけ溜まってるか測ってこいと言われたら、これは簡単ですね。その辺のセフリの山越えたところにダムがいっぱいありますけれども、あの辺のダムの周りドライブするとこうダム湖のですね、この壁といいますか、英語ではバークといいますか、日本語で何て言うか、ね、岸とは言わない湖の周りのこのあのなんだろうね、なんて言うんだろうね、土が盛ったところね、土が盛ったところにさ、こうやってあの目盛りが何箇所かこうあるんだね、帯がね。でそれを見ると今この湖には、何頭の水が、溜まっているか、たたえられているかというのが見えるようになってますね。ですから溜まっているものはもうバッチリスマホで、写真をここで撮ればですね、何万のものかが分かる。つまり蓄積している方はある時点、時間を止めていいんですね。時間を止めて時点で測るということになります。そのね、皆さんの交流のこと空白になってますけど、さすがにそこにひげおやじの絵を描いても編集の顔だろうなと思って空白にしておきましたね。まあこれは単位が例えば9000トンみたいに、時間が、ね、関係のない単位になっています。向こうは2000リットル毎分みたいに、単位時間がきちんと、書かれている。一体これと計算学と何の関係があるんだよと思うかもしれませんが、こちらとあちらは単位がそもそも違いますね。で、計算学でもこういう単位の違いに気をつけて計算しないといけないということになります。ちょっともう少しブロートストックが分かりやすい、単位の話と分かりやすいということで、速度の話をしてみましょう。私毎朝車で学校に来ますが、例えば時速60キロで、走っていたり、で、車を運転する人は分かると思うけれども、こうメーターがついててね、ここに60キロついてると、この下にこれまでの過去の走行距離がここに書かれてますね。こういうのオドメーターと言いますが、別にそこの西区にもオド公園があるからオドメーターと関係ありませんけれども、ここがですね、例えば私は200キロ過去に購入してから走っているとしましょう。そしたらこの2つの金額、あ、金額じゃない、この2つの値を足し合わせることに意味はありますか？全然ないね。時速60キロとこれまでの過去の走行距離を足す意味ないね。なぜなら、なぜ意味ないかというと、そもそも単位が違うから、豚肉 100g と飴玉3個足して103ですって言ってるようなもんだよね。あんなに違う単位のものを足し合わせてるから、そもそも意味をなさないわけです。つまり足し算の土地というのは必ず単位を揃えないといけないんです。 1km と km 毎時というのは単位が異なる。先ほどのストックとフローの言葉とこれ関係しますね。走行距離には時間という概念が入っていませんから、これはストックで測られるものですね。走行距離というのはね、過去からの蓄積です。それに対して速度というのは、これ写真撮ってしまったら僕の車止まってしまいますから、写真撮らなくても止まっているぐらい遅く見えますけれども、速度はフローで測られますね。これね、1時間あたり何キロメートル走ったか、時速60キロの距離で1時間走ると60キロメートル進むぐらいの速度なんだよね。僕はイタリアに住んでる時はね、もう、まあ、イタリア人だけでフランス人もそうなんだけど、すっごいスピードなんですよ、車が。まず、一般道は標識がなかったら時速80キロでいいね。だからね、普通に何だろう、道歩いててもね、子供とか日本みたいに歩道でこんな走り回って手離して走り回っててね、おばちゃんたちからね、アテンシオレって怒られるね、アテンションって
気をつけなさいみたいなね、ちょっとでもポッと行動から出たらパーンと跳ねられますからね、でフランスでもね、そうそう、ニース行った時にフランス人に怒られたとかね、これは気をつけなさいよ、あんたとかね、フランスもスピード上ですね、さすがの辺はレースの F1 とかが盛んな地域だけなんで、高速道路とかね、一応制限速度は140ぐらいだと思うんですけれども、みんな180キロぐらいで走ってる普通に。で僕はフィアットね、フィアットの可愛いさ、なんか日産マーチみたいなさ、丸っこい、僕あんまり車詳しくないから何の車か知らないんだけど、日本でいうと軽自動車みたいなさ、ちっちゃい車があるんだよ。それ買いでさ、もうボコ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 って、もうほんと外の方の空気から振動から来るようなしょぼいレンタカー借りてさ、走ってたらさ、みんなが、俺が120キロぐらいで走ってたら煽ってくるわけね。で、しょうがないから周りに合わせてさ、走ってたらいつの間にか180キロまで出てて、俺生まれて初めて180キロで走ってたやつ、神さんに、もう今撮れ撮れってね、一緒に録画してもらいましたけど、ビデオね。怖かったね、さすがに。軽自動車みたいなのが180キロで走ったら。で、向こうはさ、軽自動車っぽいちっちゃい車でもね、すごいスピードが出るけど、日本だったら多分軽自動車いくらアクセル踏み込んでも180まで出ませんね。僕の担当は多分出ないんですが、だから日本のはちょうどバイク、原付と同じようにリミッターがついてるんですよね。外国のリミッターが外してあるんですね。あれはびっくりしましたね。まあ、ということでね、フランスに長く住んでた日本人の夫婦と会った時はね、日本に帰ると自動車が止まって見えるって言ってましたけれども、まさに私の車が止まってるような感じですね。しょぼい軽自動車。さて、ということで、このようにですね、キロメートル毎時とキロメートルを足し合わせるのがナンセンスであるのと同じように、フローとストックをごちゃ混ぜにして計算をするということは全くナンセンスなんですね。ナンセンスだよ、キロメートルとキロメートル毎時こんなもん足し合わせるばかりないぜって思うんだけれども、経済学ではこれをやってしまうんですね。そのために、まあ、ここで注意喚起を促すためにフロートストックの話をしているし、教科書にもマンキューさんはフロートストックについて話をしているんですね。まあ、マンキューさんの書き方はあまりその単位の話を細かく書いてなくて、単にフロートは何かストックは何かという書き方かもしれませんが、大事なのは経済学でも単位をごちゃ混ぜにして足し合わせたらダメだよということが大事なことです。じゃあ、経済の変数をフローとストックかちょっと見分けてみましょう。貯蓄残高、これフローで測られると思う人、それともストックで測られると思う人、フローだと思う人であるストックだと思う人、はい、そうですね、残高というぐらいですからね、ダム湖の湖のように過去から蓄積で溜まってきたものですね。これはストックです。では次、投資量。これはフローで測られるでしょうか、ストックで測られるでしょうか。まあ、マクロ経済学でいう投資というのは、実物投資といって、例えばこういう設備投資、物をね、買う。こういうものを買って、据え付けて生産設備にするようなものを設備投資と言います。プロジェクターを買うとか、このスライドを買うとかっていうのを設備投資ですね。机を買う。それを投資と言いますけれども、まあ、皆さんの頭の中に浮かぶようなその株式投資でもいい、株式投資でもいいけれども、その投資額、投資量、どれだけ僕は投資したかという、量は、フローで測られるでしょうか、ストックで測られるでしょうか。フローで測られると思う人であればいいですか。ストックで測られると思う人であればいいですか。に分かれました。フローが圧倒的に多いですね。そうです。フローです。なぜか。もし君が、投資活動しているところを写真に撮られたら手が止まって投資できませんね。株式投資で今日今からいくら購入って言ってるところ写真撮られたらもう手が出ませんね。もしくは今言った実物投資でもいいですけれども、西南学院大学がいくら投資したか。このだって写真撮っても先生プロジェクターも国家もあるじゃんと思うかもしれませんが、それは西南学院大学が1年間に投資した総額だよね。わかる。総額で、まあこれもう2年と3年前からここにありますから、過去から蓄積したものですね。これね、本当の投資量じゃないよね。今この瞬間西南はいくら投資してるって聞かれたらゼロだよね。西南が投資した金額は1年間で
あの図書館という設備投資を何億円かは知りませんけどやったということになるんですね。その青年がいくら図書館に設備投資というか写真撮った瞬間に手が止まって図書館の設備投資が止まってしまうんですね。貯蓄残高は別に止まったって通帳に記入されてますから写真撮ってもそのまま残りますよね。でも投資はそうはいかないんですね。だからフローなんです。ここでもうすでにフローとストップを間違えます、ね。ですから、注意しなくちゃいけないのは貯蓄残高と投資量をただ足し合わせてはいけませんよということになります。ここの教訓は、ね、では次の問題、消費量はどうでしょうか。フローでしょうか、ストップでしょうか。でも先ほどの落語家になったつもりでカメラで写真を撮ればいいですね。はい、フローだと思う人、ストックだと思う人、これも2つに割れましたね。今回は拮抗しましたね。これはフローです。なぜなら僕が食べる量は写真を撮ったら手が止まって食べれませんね。消費活動できませんね。ちょうど動いている車の速度を測るのに写真を撮ってしまったら止まってしまうと同じように僕の食べる量を消費量を測ろうとしたら写真を撮ってしまったらダメなんです。1年間でどれだけ消費したかという期間を取らないといけないんですね。範囲期間を取らないといけない。ですから消費量はフローの変数です。ここから見ても消費額と投資額を足し合わせることができますが貯蓄残高と足し合わせてはいけないということですね。消費額と貯蓄残高を足し合わせることはキロメートルとキロメートル毎日を足し合わせることと同じことになってしまいますので注意してください。では、これで最後かな。生産量はフローで測られるでしょうか、ストックで測られるでしょうか。ここまでくればもう皆さんそうなんです。もうエキスパートだと思いますが、フローだと思う人、ストックだと思う人、そうですね、全員正解です。フローですね。写真撮ったら手が止まって生産できませんよね。もう皆さん完璧にマスターしましたということで、教訓は経済学でもフローとストックの単位の違いに注意して計算を行わなければいけないということになります。さて、先ほど貯蓄残高、投資量、消費量、生産量とありましたが、多分公務員試験なんか今勉強している人たちは、先生、式の中に、消費、コンサンプション C プラス、貯蓄 S プラス、T、なんか C プラス、I プラス、G、I が投資ですね。貯蓄はなんかみんな足し合わせて出てきたよと思うかもしれませんが、これはですね、経済学では、単位を揃えてます。足し算の時には単位を揃えないといけませんね。グラムとキログラム足し合わせても意味ないですね。100グラムと1キロ足して俺101キログラム101キログラムじゃないね、キログラムとグラム足せないね。ですから経済学でも変数を全て揃えるんですが、フローの変数に直して計算します。こっちほらフローが多数派ですね。別に多数派に揃えてるわけじゃないんですけれども、ストックの変数はフローに変換することができます。どういうことかというと、こうやります。貯蓄の増分、この1年間に、さっきほら内部留保のところでちょっとちらっと話したでしょ。内部留保っていうのは企業の中で過去からずっと蓄積してきたもの。この1年間にプラス1000円だけ内部留保としてプラスしたの。この増分は1年間分の話ですから、1年間で計測されたものですからフローで測られますね。貯蓄残高の、皆さんの通帳、去年は1万円だった。去年の12月31日は通帳12月31日1万円だった。でまた1年経ったら、また12月31日見たら、21日になった31日になったら1万1000円になった。ということはこの貯蓄残高は1年間でプラスの1000円ということになりますね。こういうふうに貯蓄の増分を取ることによってフローの変数に直すことができますね。これで、足し合わせないといけないと。それではいよいよ本日のメインイベントいきますが、先ほどこういう式を出しましたけれども、これからですね、皆さんはとっても大事な式を学びます。今日なんか休みが多いんだけれども、
は今日が多分前半の授業で最も大事な授業になります。三面等からの予測、 GDP と支出面である GDE と所得面である GDI がもっと細かく要素に分割していきます。例えば所得っていうけど、支出の分かりやすいかな、支出っていうけど誰が何の目的でお金払ったのっていうので、こうなんか分類できそうだよね。政府が払ったの、消費者が払ったの、企業が支払ったのみたいなね。そういうような感じでここを構成要素に分けて、これから式で書き表していきます。さっきここに今消しましたけど C プラス S プラス T みたいな式に表していきます。この式が、今後ですね1年間ずっと使われます。1年間半年間、今これ全集中だからね半年間ずっと使われていきますので、これからの話が一番大事 でそこにですね、こういう足し算が出てくると、フローの変数の足し算が出てくるということになります。はい、では、3面等価の構成、この